現在フリーのデザイナーをしている安田さんが大学生時代バイト先の焼肉店で体験した話だ。安田さんが働いていた焼肉店はかなり繁盛していたが、ある時期彼女以外のバイト学生が相次いで辞めてしまったことがあった。別に店の待遇がブラックだったとか大きな問題があったからというのではなく、単純に皆学業が忙しくなって去っていっただけだった。安田さんだけは成績よりも高い時給を優先して辞めなかった。無理して一人暮らしをしている彼女には何かとお金が必要だった。店員の人数が減るたびに安田さんの負担は大きくなったが、比例して増える給料明細の金額を見て己を奮い立たせ頑張った。ある週末の深夜、安田さんは一人店に残って後片付けをしていた。いつもなら店長とその息子さんも一緒に残っているはずだったが、二人とも2ヶ月以上ほぼ休みなしで働いていたためにダウンしてしまったのだ。正社員でもない学生の安田さんが一人夜遅くまで残業する義理はないのだが、店長の提示した特別ボーナスが魅力的だった。食器を洗い、すべての焼肉用鉄板をきれいにした頃には朝の4時を過ぎていた。終わった。安田さんは椅子にもたれかかると一人で重労働をやりきった余韻に浸った。強い眠気と疲労感が安田さんにのしかかってきた。やばい。もうすぐ試験なのに全然勉強してない。うつらうつらしながらそんなことを考えていた安田さんだったが、突然背中に衝撃を受け椅子から跳ね起きた。背後のお座敷スペースから背中に何かをぶつけられたように感じたのだ。衝撃に痛みは伴わなかったが、ぶつけられた何かの感覚は彼女の背中にじりじり張り付いている。安田さんがお座敷の方を振り向くと、彼女以外は誰もいないはずの店内に誰かがいた。店長？お客さん？そんなはずないわよね。お座敷にいたのは初老の男だった。薄紺色の背広姿できちっと決めたその男は畳の床から少し浮いていた。天井からロープで首を吊ったビジネスマン風の男。それが安田さんをじっと見つめていたのだ。大声を上げて椅子から飛び起きた安田さんは慌てて厨房に逃げ込み、しばらくうずくまって震えていた。少し経って落ち着きを取り戻すうち、彼女は先ほどの首吊り男の顔に見覚えがあることに気がついた。おじさんだよね。安田さんが恐る恐るカウンターから顔を出すと、座敷にぶら下がっている男の横向きの姿が見えた。首をつったままの男の顔がくるっと安田さんの方を向いたので、ヒッと声を上げてまたカウンターの下に隠れた。しかしこちらを向いた顔は確かに彼女の叔父だった。再びカウンターから顔を出すと叔父の姿はなかった。おじさん、なんであんな姿で。胸の中に嫌な予感がよぎる。怖さと疑問を抱えながら安田さんは逃げるように店を出た。店長に報告のメールを送った後、おじさんにもメールを送ろうとしたが、さすがに「おじさん、さっきバイト先で首をつってなかった?」などとは聞けないのでやめておいた。アパートに帰ると
母親から電話がかかってきた。おじさんが昨晩事業に失敗して首をつって自殺を図ったという内容だった。安田さんのおじさんは小さな会社を経営していたが、最近はあまりうまくいっていないとよく愚痴をこぼしていたのを彼女は思い出した。おじさんは彼の弟である安田さんの父親が家族を捨てて失踪した10年以上前から、何かと安田さんやその弟と母親の面倒を見てくれた。おじさん自身に子供がいなかったこともあるのだろう。安田さんや弟が大学に行けたのもおじさんのおかげだった。厳格なおじさんはいつも体を震わせながら、弟がだらしなくて申し訳ないと安田さんたちに頭を下げていた。クソ真面目な人だったから、借金を返せないことや社員に給料を払えないことを不名誉に思い、自ら命を絶ったのだろうと安田さんは確信した。チャランポランなお父さんと足して2で割ればよかったのに。安田さんは涙を流しながら首をつったおじさんの姿を思い返した。おじさんの葬儀に参列した時、安田さんは憔悴しきった様子のおばさんにためらいながらも話しかけた。おばさんはおじさん同様、昔から安田さん兄弟にとても優しくしてくれたのだ。おばさんは安田さんが数ヶ月前に会った時とは見違えるように老け込み、体全体が小さくなったように見えた。おじさんの会社は結婚当初からおばさんも一緒になって立ち上げたものだから、今回の件は心身ともにさぞかし答えただろう。おばさんは安田さんの顔を見ると一瞬だけ笑みを浮かべたが、その後は下を向いて二言三言聞き取れないほどの小さな声で何かつぶやき、最後は、と大きなため息を漏らした。大きなため息はおばさんの昔からの癖で、理不尽なことや納得いかないことが起こると相手構わずわざとらしいくらいに大きな声で、はぁ、と漏らす。ため息をするおばさんにはこれ以上話しかけない方がいいと経験上知っていた安田さんは、おばさんに大きく頭を下げると参列席に戻った。お坊さんが度胸している間もおばさんの、は何度も聞こえてきた。葬儀が終わった後、翌日は大学の試験があるということで母親だけを残し、安田さんと弟は帰ることになった。安田さんは帰る前、おばさんに一言挨拶しようと彼女の部屋の前まで行き、ドアをノックしようとした。部屋の中からおばさんのため息が聞こえてきた。同時に安田さんは冷たく鋭い視線がドア越しに自分に突き刺さるのを感じた。安田さんの脳裏には、恨みがましくこちらを睨むおばさんの姿が浮かび上がった。おばさん、どうして？震え上がった安田さんは何も言わずにその場を立ち去った。その後、安田さんは深夜の焼肉店で何度も一人残って後片付けをすることがあったが、そういう時に限ってお座敷スペースに首をつったおじさんが現れるようになった。首吊りおじさんは無表情なまま、まるで安田さんを監視するかのように目や頭だけを動かし、一挙一動を見張っていた。おじさん、何が言いたいの？私たちのことが心配？最初のうちはおじさんが現れるのを気味悪がっていた安田さんだったが、
回数を重ねるごとに慣れてきてしまい、次第におじさんを無視するようになった。面白いのは、おじさんは毎回違うスーツとネクタイ、靴を身につけて現れる点だ。生前おしゃれだったおじさんらしいと安田さんは心の中で笑った。ある熱帯夜の日などはスーツなし、ワイシャツの胸ボタンをいくつか外し、袖を腕まくりして現れたこともあったので、そこまでして出てこなくていいよとラフな格好でぶら下がっているおじさんに突っ込んだこともあった。それでもおじさんは無表情なままお座敷にぶら下がり、安田さんを見つめていた。おじさんが自殺してから3ヶ月が経った。葬儀の日以来おばさんとは会っていなかったが、母親から聞いたところによると、おじさんがいなくなってから大きく体調を崩し、今は寝たきりになっているという。週末の深夜、安田さんはいつものように一人で店の後片付けをしていた。一人で残って作業するのにも慣れてしまい、最近は店長にこのまま就職しないと真面目に言われるほどだ。その夜もおじさんはお座敷でぶら下がっていたが、安田さんが作業を終えた明け方頃には消えていた。はあ、暑い暑い。いつもなら店の2階のスタッフルームで着替えるのだが、あまりの暑さに耐えかねた安田さんは、作業を終えたばかりの1階でシャツを脱いで上半身下着姿になった。その日は特に暑く、しかも店のクーラーの調子も悪かったので我慢ができなかったのだ。暑くなった体をうちわで仰ぎながら、ペットボトルの冷たいお茶を飲んでいると、安田さんはまた背中に衝撃を受けた。おじさんが初めて店内に現れた時と同じ感覚だった。安田さんがお座敷の方を振り向くと、さらなる衝撃が彼女を襲った。おじさんが再びお座敷にぶら下がっていた。同じ日にもう一度現れるのは初めてだった。しかし、そんなことは問題ではない。おじさんの姿はいつものようにきちっと決めた背広姿ではなく、上半身は白いシャツ、下半身は何も身につけていなかった。しかも、おじさんの一物は見事に反り返っていた。おじさんの視線はブラだけになった安田さんの胸に注がれていた。首吊ったままなんて格好してるのよ。安田さんは顔を真っ赤にして怒り、勢い任せてペットボトルをおじさんに投げつけたが、それはおじさんの体をすり抜けて座敷に落ちた。おじさんは微動だにせず、安田さんの体を見つめていた。その眼差しが安田さんにはとてつもなくいやらしく感じられた。感謝していたのに、尊敬していたのに、本当のお父さんだと思っていたのに、そんな目で私のことを見ていたの？怒りと悲しみに震えながら安田さんはおじさんをにらみつけた。聞いたことのあるため息がどこからか漏れるように響いてきた。今までずっと無表情なままだったおじさんの顔が、ため息を聞いた途端初めて表情をあらわにした。その表情は明らかに動揺と焦りの入り混じったもので、首をつられたままのおじさんは、ため息の発生源を探すようにあちらこちらに顔を動かし始めた。二度目のため息で、それはおじさんを吊っている縄が伸びている天井あたりから聞こえてくるのがはっきりと分かった。おばさん、来たんだ。
息を呑んで見つめていると、天井から2本の細い腕が生えるように現れた。そしておじさんの首を吊っている縄をゆっくりと引き上げ始めた。おじさんは口を大きく開け、怯えた表情を浮かべながら上に引き上げられていく。その間にも、は何度も聞こえてきた。すまなかった。おじさんが情けない声を上げたとき、彼は一気に天井の中に引きずられていき、消えた。安田さんが上半身下着のまま放心していると、先ほどおじさんが消えた天井あたりから逆さになったおばさんの頭がニュッと現れた。おばさんは安田さんが恐怖で縮み上がるほど冷たい眼差しで彼女を睨みつける。それは優しかったおばさんの顔ではなく、憎しみが凝縮された鬼女の面相だった。鬼女は大きく、とため息を漏らし消えた。安田さんがアパートに帰ると、母親から今度はおばさんが自殺したという連絡が入った。それを聞いた安田さんは驚くよりもやっぱりと思った。夫に死なれ、会社も潰れたおばさんは絶望してこの世を去ったのだろう。そして昨晩、死んだおばさんは鬼と化し、姪っ子に欲情したダメ夫を迎えに来たのだ。おばさんからしてみれば、いくら姪っ子甥っ子とはいえ、彼女とは血のつながっていない子供たちに、おじさんが手厚く援助するのを内心はあまり快くは思っていなかったかもしれない。会社の運営もうまくいってなかったし、夫婦間に子供ができなかったという負い目もあったかもしれない。ましてや、生前からおじさんが姪っ子である安田さんのことを性的な目で見ていたことにおばさんが気づいていたら、あんな恐ろしい顔で睨まれるのも当然だよね。安田さんはおばさんを恐ろしいと思うより気の毒でならなかった。最近、安田さんは仕事に詰まると、はぁ、と大きなため息を漏らすのだそうだ。それを見た弟に、まるで亡くなったおばさんみたいだとよく言われるらしい。直接血がつながってないのにね。安田さんは話をしてくれた後、最後にそう言って笑った。